スタミナラーメンスタミナラーメンは埼玉県埼玉市の北浦和駅近くに所在する中華料理店娘娘大宮駅近くの万万亭やその姉妹店で出されるラーメンの一品。1970年代半ば大宮市にある矢島商事が経営する今は亡き大宮駅西口前の万万亭で誕生したメニュー。ベースは一般的な菜麺の醤油ラーメン。 具に、豚のひき肉とニラ、玉ねぎなどを炒め、ニンニク、生姜を効かせ、醤油と豆板醤で味付け、片栗粉でとろみをつけた辛味のあんかけを乗せたラーメンとなっている。あんかけは豆腐抜きの麻婆豆腐に煮る。もともとは麻婆麺から試行錯誤の末にできた一品である。もともと、浦和市の娘娘には焼きそばタンメンなどしかなかった。 しかし完成したスタミナラーメンの人気がテレビの紹介によって広まると一気に看板メニューとなった。その頃は浦和駅近くの中心街にあったほぼ常に行列ができる店と北浦和駅東口の目抜き道路に面する店が道路の拡幅工事などで移転、ここで働いていた従業員がのれん分けをする形で埼玉市内各地に新しい店が次々と誕生している。 比較的値段が安いため地域の中学生や高校生に人気があり、特に北浦和駅にある2店は県立浦和高校の通学路に位置し値段も安めとなっているため同校生徒の利用は多い。スタミナラーメンから派生したメニューに同じあんかけがライスに乗ったスタカレーがある。またその進化型であんかけチャーハンなる裏メニューもある。店舗によっては 汁なしのスタミナラーメンを冷やし、スタミナと称してメニューに加えている。埼玉市観光国際協会が埼玉市のソウルフード B 級グルメとして宣伝している。姉妹系列の各店は埼玉市や上尾市に存在する。野号は娘娘、上々、万万亭のいずれかである。メインメニューのスタミナラーメン、スタカレー、ジャージャー麺、焼きそば、チャーハンのほか、 炒め物などの単品料理もあるが、客の多くがメインメニューを注文する。一口サイズの餃子にもファンが多いが、最近は自家製の皮を使っている店と、そうでない店とに分かれる。チェーン店ではないので、店により味やスタイルは異なる。ありがとうございます。